はい、タチャハオ、こんにちは、シャメです。本日はアリスの精神裁判第7章3、4回目かな、取りに行っていきたいと思います。これないにしたらどうなるのかな、なんかちょっと矛盾点わかんないや。矛盾はないし、矛盾は確かにありません。でも普通だったらしないだろうなと思う部分があります。あ、ないでいいのか、くそほう、一体なんだい。それはこれを見れば納得してもらえると思います。普通だったらしないだろうな。え、呼吸を確認するか、教室に先に行くか。え、これ二択だよね。現場写真か、間取り図かだよね。絶対職員室行った方が早いよね。というか携帯？携帯持ってんだからもう電話をした方がいいのでは。電話持っててなかったのかな。選択肢現場写真か間取り図か電話。これじゃない？絶対職員室に先に行くでしょ。この学校のミート図を見てください。手書きですがこの図の内容は合っています。それが一体何だっていうのよ。ただの下手くそな手書きのミート図じゃない。東校舎で事件を目の当たりにして、普通だったらまず身近な人か大人に報告しようと思います。イカレ帽子屋ケンジさん？ん？イカレ帽子屋ケンジさんならどこへ行きますか？そうだな、まあ何かあった時はとりあえず職員室じゃないかな。そうです、学校の教師の大半は職員室にいます。普通だったら現場から近くて大人のいる職員室へ駆け込むはずです。ハートの女王様はなぜ職員室へ行かなかったんですか？それは証言を省略してしまっただけよ。ちゃんと職員室にだって行ったわ。でも誰もいなかったの。それにもう18時を過ぎていたから、部活動生も委員も見当たらなかった。誰にも会えなかったわ。だから南校舎の1階から順番に回っていって、ようやく生徒指導室の伊門氏先生に報告できたのよ。あ、そうか、生徒指導室に行ったんだっけ。本当ですか？本当よ。それはおかしいです。そうだよね、双子が確か職員室に、いや、いたはず。なんですって？なぜなら今のハートの女王様の証言が本当なら、この人物に会っているはずです。双子かな。だよね。トゥイードルの双子は事件の日の授業後、宿題を忘れた罰として職員室でイモムシ先生のお手伝いをしていました。そのお手伝いが終わったのがチャイムの鳴る18時。
その後、イモムシ先生が職員室に鍵をかけて別れた後、双子はずっと職員室の前にいたんです。立たされてたの？なんですって？あ、じゃあ廊下で100%見かけるはずなんだよね。ハートの女王様は生徒指導室のイモムシ先生に会うまで誰にも会わなかったと言いました。どうしてですか？東校舎2階の市長各室から生徒指導室まで走れば3分もかかりません。18時から18時20分の間、一体何をしていたんですか？本当は待ち合わせの時間に遅刻したなんて言いませんよね。ハートの女王様は18時のチャイムの音と同時に視聴覚室に行ったと言ったんです。間違いようがないはずです。違う、私は。ハートの女王様、もう嘘はやめてください。本当のことを話してください。ここまでの話を聞くと、実にハートの女王が怪しいんだが、その20分の間に殺人があったんじゃないかい？僕が最初に言ったように、白ウサギがいじめの復讐にハートの女王を呼び出して殺害した。いや、アリス弁護人君の見立てではハートの女王は弱みを握られていたんだったな。そうです。ではこれはどうだ？ハートの女王は白ウサギに弱みを握られていた。白ウサギに呼び出されてのこのことそれに応じるふりをして弱みを握る白ウサギを刺し殺した。なかなかにサスペンスじゃないか？違うわ、私は白ウサギを殺してなんかない。今からハートの女王様がこの20分の間一体何をしていたのか、それを明らかにします。ちょっと待って、きついな、これも体力ないから次もう失敗できないんだが、ここからが本番だ。ハートの女王様が一体何を見て何をしたのか、どうして嘘をつくのか、すべて解き明かせば真実に近づくことができる。ひょっとしてここまでか？いや違うな。あ、もう無理だこれ。ハートの女王様は18時からイモムシ先生に報告する18時20分まで一体何をしていたのか。だから腰を抜かしていたって言ってるでしょ。いやいやいや、血みどろの殺し合いサスペンスがあったんだよ。だから私は殺してないって言ってるでしょ。少しは話を聞きなさいよ、ハゲ。ひどいな。ずっと帽子をかぶっていて見えないけど、ハゲてなんかいないよ。まだ若いんだ。帽子をずっとかぶっていると、ハゲるそうですよ。予備軍みたいに言わないでもらえます？ハゲかどうかはどうでもいいです。重要だよ。本当に重要なのは、ハートの女王様の行動です。どうしても言えませんか？素直に話すと思う？話さないと思うな。わかりました。別の角度から今回の事件を見てみることにします。お、新展開だね。学校で捜索をしているときに中庭でこんなものを見つけました。それは手袋かい？血がついているように見えるが。そうです、私はこれは現場の証拠品だと思っています。この血を血液鑑定してもらえば白ウサギのものだとわかると思います。ずいぶん自信があるようだね。まあこの状況で血のついた手袋が出てくるなら十中八九現場のものだろうが。本当に現場のものなのかい？偶然という可能性もあるが。
偶然ではありません。この手袋が現場と関係があるという証拠があります。おお、一体それは？これだよね。指紋は見つからなかった。現場写真、まあこれしかないでしょうね。はい、この手袋と現場が関係あるという証拠はこれです。え、違うの？え、指紋がなかったんだからそれしかないでしょ。ちょっとハゲ、水いっぱいのバケツ持ってきて。ハゲじゃないってば。ハゲを笑う者はハゲに泣くんだよ。いいの？グダグダ言ってないで水持ってきなさい。それでアリスに頭からぶっかけるのよ。そうしたら嫌でも目が覚めるでしょ。ちゃんと起きてます。私が水かけてあげようか。シャネコ、私の味方でしょ。シャネコ、あなたとは仲良くなれそうだわ。今日からお友達よ。うん、シャネコ。これ死亡ですね。嫌だったらちゃんと手袋と現場の関係を証明しないと。今回復してもしょうがなくない？というわけでここまでになりますかね。包丁に指紋がないイコールそうじゃないの？さて今回ここまでにしたいかなと思います。次回はちょっと先ほどの手袋の推理からかな、やっていきたいと思います。では失礼します。